久保さんお疲れ様です結局景色は変わらん結局景色は変わらないにしようかなまああのまあ34で全国走りましたね23万キロ、まあ、厳密に言うと6万キロぐらいの時ほどは買ったので17万キロぐらいは走ったんですけどあの久しぶりにね結構長距離走りまして まあでもね、あのー、高速オープンカーでは走れないんで、まあ走ろうと思えば走れんのかな。<laughs> あんまね、景色変わんなかったですねうん。景色は。まあそのフィーリングは全然やっぱ違いますけどね。フィーリングが違うんだけど、景色はね、変わんなかったなーっていう。まあ何が言いたいかっていうと、なんだろうな。 あのー、まあ使う道具使う道具は変わっても本質は変わらないみたいな話ですねまあ景色は変わらんとまあもちろんその曇りだったりとか天気だったりとか雲の数だったりとかそういうのは変わるんだけどまあ根本的にあんま変わってないですねうんああこれ,れ34で通ったなみたいなねうんだから結局そのなんだろうな あのー、まあね、久保さんとかは僕もネットで今やったりとかしてますけど、まあ、結局変わんないじゃないですか、何が変わんないかっていうと、まあ、会社に出社してね、給料をもらう、まあ、お,お金がないとまあ飯食えないんで、ネットを使おうが、あ会社で勤めようが、まあ、結局変わんないですよね。 じゃあ、どの手段ど、じゃあ、じゃあ、どの手段がいいですかっていう話ですね、うん。結局変わらないですよね。何も。ネットで稼ごうが、給料もらおうが、まあ、やる行為は大して変わらないんで、やる行為というか、うん。まあ、お金がないで生きていけないんで、うん。まあ、自給自足するんだったら別ですけど、うん。だ欲しいものを手に入れる。ネットで稼ぐのか。 それともアルバイトするのか。だからその7万、僕もね、高校生のアルバイトで最高15万ぐらい稼いだんですけど、うーん、まあ7万だったらね、あの、まあバイトでも稼げるわけじゃないですか。かネットで稼ぐのかバイトで稼ぐのかと。うーん、まあ今ネットがあるんでネットの方がいいんじゃないかなと僕は思いますね。あなたがどう,う、あなたがどう思うかわからないですけども、ネットを使った方がいいと思いますけどね。 まあ歩きでもいいんですよ。歩きでもいいんだけども、まあ、車で移動した方がいいんじゃないかなと。まあ、飛行機でもいいですし。うん、でもなんか、変わんないんですよね。結局は。結局は、久保さんも3年で1億稼ぎましたけども、うん、普通に働いててもね、手取り20万でも50年働いたら1億なんですよ。だみんな1億稼ぐんですよ。 変わんないですよねだからああ歩いて 50, 50年かけて歩いて1億稼ぐのかそれとも飛行機で3年で1億稼ぐのかっていうただそれだけの違いでどっちがいいですかとどっちがいいですかっていううんだから変わんないんですよねうん。 でもまあ変わることがあるとするならば年齢は変わっていくので年取ってきますんでまあ僕もねどんどん薄くなってきましたね髪の毛がね髪の毛どんどん薄くなってきたねもうぺっちゃんこですよもう久保さん久保さんねもうちょっとボリュームあったような気がするんですけどねどん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 変わってきますね髪の毛は久保さんも昔に比べるとだいぶ ね、貫禄ついてきましたしねうんそうまあ何やってもやることはあ自給自足しない限り、あのー、あれなんでまあ僕はネットやった方がいいと思いますねうんそうまああと明日生きてる保証もないですからね 早く、早く、うん、まあ欲しいものが全くないんだったらいいんですけど、欲しいもの、まあ住みたいとこだったりとか、うん、なんかね、あの、途中、福岡寄ったんですけど、あの、熟成さんで新事務所をね、構えたっていうところで、新事務所行ってきたんですけど、めちゃくちゃ良かったですね。まあ、動画でも撮ってきましたけど、めちゃくちゃ良かった。新事務所、広かったね。うん、広かったですね。 うん、まあということであの景色は変わらないんで景色は <laughs> 景色は景色ってちょっと微妙かなまあ,あのこい行,行為もなんだなてつったらいいかなお金を稼ぐというのはなんか変わらないので、うん、ネット使った方がいいんじゃないですかね、うん 僕はネットを極めますけど、これからも。極めるというか、やること、ネットで、ネットに出社するっていう話ですね。まあ、YouTube に出社するというか。うん、うはい。いってらっしゃい。